はい、ニンテンドックスやっていきたいと思います。ですね、だいぶね、いろいろとやりましたよ、私。ちょっとお腹が減ってますね。ちょっとあげましょう。あ、なんかコメントいただいてて、試合というか、お金が集まってくると、なんか新しい餌とかが買えるらしいですね。あ、本当に色変えれた。白色になった。この餌入れの、ね、色も変えれるっていうのをいただいてて、おおって。まあ結構ね、ほんとちょくちょく動画編集しながら、シュッシュッとフリスピー投げ続けたり、ブーメラン投げ続けたりしてたんですけど、もういらないのね。しまっちゃうわよ。はい。お水もあげるわ。はい。ということでね、大会にまず行きたいんですよ。あとそう、お散歩何回かしてて、そしたら、なんか新しくね、なんかお散歩できる場所に行けたのよね。なんで、ちょっと待って、お散歩行こうか。はい。あと一回ね、そう、ジャックがね、お散歩したらゴミ漁り始めて、本当に許せないと思って、叱ったんだけど、初めての山。のどかで爽やかな山道。途中には山の公園があります。あ、なんか公園行きたい、公園。公園行こうよ、ジャック。公園どこ？え、あれ、ホタル飛んでんの？すごいいい場所に住んでないこれ。ねえ。川辺でもないのにホタル飛んでんでしょ？ここかな？ジャック、公園行くよ。うん。どうしたの？どうしたの？なんかいた？見えてはいけないもの？なんかあんの？公園行こう、公園。ねえ。初めてのところとりあえず行きたいね、私。はい。絶対ここよね。来た、公園に入りますか。はい。公園に着きました。ここは広いのでディスクドッグの練習にはもってこいです。やったね。もう家でちまちまやってる場合じゃないよってことよね。ジャック、行くわよ。いい？大丈夫？はいはい。空きれい。あ、ちょっとまだ、あまり上手ではないわね。これなんか持ってこさせる方法はね、分かったの。パンパンって押すと、下画面を来てくれて、で、離してくれないのは撫でれば、OK でしょ？はい。行くよ、ジャック。はい。頑張れ。お、いいね。いいね。いいじゃん、ジャック。これいけんじゃないですか、大会。もう強気。一回できただけでも強気、私。はい。ほい。ちょっと惜しかったわね。惜しかったっていうか、まあ、なんだろう。走り出すのが遅かったわね。空綺麗すぎ。こんな、綺麗な星空見たことないんだけど、私。プラネタリウムでしか見たことないわ。うん。お、うまい！うますぎる。うますぎるよ、ジャック。これ、ちょっと出よう、ジャック。うん。もう帰ろう。いけると思うよ、ジャック。なんか練習いらないぐらい、お上手。投げ方だな、これ多分。私が、こう、綺麗なフォームで投げれれば、ジャックも、まあ、いい感じに取れるって感じね。うん。偉いぞ。よし。よし、ジャック行くよ。帰るよ。帰って大会出て、無双するぞ。やっぱ前回ちょっと勝てなかったね、悲しみを。なんか前方からすごい人来てる。大丈夫？いい人かしら。何？ポストじゃないの？違う？
気に入らないの？あ、マーキングね。あれは何だ、どんな犬が来てんのこれ、前方から手振ってる、バイバイ見て、ジャックの興味のなさ。あの犬に対する興味なんかほとんどないのよ。ローズ、ジャック君って夜型なのね。私が夜型なのかもしれないよね。お手入れの基本、まめなブラッシングね。あー、仲良くはなれなさそうね。だよね、会うわけないよね。あのメガネかけた犬ね。はい、ゴー行こう。でもなんかこう散歩してるとさ、物が落ちてるじゃない。その落ちてる物、あれらしいです、なんか物を作るために必要みたいですね。だんだん分かってきた、私このゲームの、こうやり方というかね。ジャック、あれ拾って私のために拾って。ここが一番かわいい、これ持ってきてくれるとこ。あ、かわいい。はい、木の枝でした。いや、こういうのも集めてさ、なんかいろいろ作りたいもん。なんかこのゲーム内もさ、虫の音がしてるじゃない。なんかやっぱ夏だからか、現実世界はもうね、カエルがうるさすぎて同じようなもんよね。はい、ゴール。楽しかったみたいです。よかったね。え、つまんなかったですって言われたらもうはぁってなるところだから。よし、お腹減ってる？減ってないよね。満腹、喉普通普通。いけるね。行くわよ、ジャック。大会よ。負けない。絶対負けない。よし。ジャスミン。白、白かわいい。白はかわいい。よし、行くぞジャック。負けてらんないわよね、そんな左右のね。はい、ナイスナイス、いい子すぎる。ジャック、あんたいいよ。はい、いい子いい子。えい、なんでちょっと待って、左右が本気出してきてる。ジャック急いで、負けちゃうよ。いや、前よりはなんかいい勝負してるんじゃないかなと思うんだけど。ほい、頑張れ。あー、もう全然届かない。ちょっと私が悪い。上、待って、左右何、どうした。ちょっと本気出しすぎだろ左右、嘘だろうわ、ちょっと私いけると思っちゃったんだけどな。1ポイントうわー、12、14、5マジ。うわうわこれもう一回いけたりはしない。なんか勝てるまでは参加できるって聞いたんだけど。あ、そうなんだ。やっぱ勝てるまではその避難会でも挑戦できるのね。ちょっとやりまくりよ今回。大会やりまくり本当に。あ、また白いる、この野郎。遠くへ飛ばしすぎちゃダメなんだよね多分ね。なんか投げ方だよな、だから私の。はい、よし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 。ちょっと白が本気出してる。ちょっと白には負けられねえ。白可愛いからって私許さないから本当に。ほい、
あ、飛ばしすぎた。ごめんね、ジャック。ごめん。うおー、ナイス、ジャック。さすがだよ。あ、ちょい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 。ちょっと。急いで。ナイス。今のところ1位、今のところ1位、今のところ1位。今のところ1位よ。やばい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 。あかん。負けた。うわ、くそ。悔しい。え、待って。2位なのはいいんだけど。うわ、悔しいな。でもいいとこまで来てるよね。うん。結構いいとこまで来てると思うのよね。なんだろう。ちょっともう一個別の大会行っていい？なんかもう一個ね、そう、私、意外とうまくいけそうなのがあって。よっぽど喉乾いてたのね。これ。なんかね、やってみたのよ、一回これ。あのどこでやったんだっけ、体育館かなんか行った時にやって、私意外とこれうまくいけそう。ラッキー強そうね。またジャスミンいる。一生ジャスミンいるんだけど大丈夫？そう、これね、回せばいいのよ。急いで。横の子ちょっと顔怖くない？うそやん。2か。これも2なのか。ちょっとだから確かに今ミスったよね、最後ね。でも全体的に2位を取れるようになってきたのよ。ちょっと成長だよね、これはね。うん。大会楽しいな。ちょっともう一回いくか。これもう一回やろう。ワンチャンマジ勝てると思うんだよね。でもこれ、早く回しすぎてもダメでしょ？早く回しすぎてもダメだから。もう左右なんかどうでもいいのよ。ムシムシ。わ、すごい子いる横に。ジャック急いで。いいペースいいペース。ジャック。くそ。あ、失敗したばっかー。ジャック。終わった。今の私が悪い。あれ？ジャック？終わった。あー、うまくいったと思ったのに。これ私が悪いよね。横の犬ちょっと乱暴者ね。これもう一回やっていい？ちょっとこれ本当にマジで今のはね、悔しい。何がいけなかったって言ったらね、やっぱ途中でなんか、ね、ちょっと、くっそ。あ、2回までなんだ。じゃあこれもいけないんだ。死にました。まあでもいっか、今回ね、2位までいけるようになったというね、ところを褒めてあげよう。うん。なんかショッピングするわ。なんか買う？で、これからの動画はきっとね、毎回2回ずつ大会に行くと思う。やっぱそれぐらいやっていった方がいいと思うんだよね。待って、いるものある？
りあえず食べ物系はマストだよね。ぐらい？あ、シャンプーってさ、はい、あとなんかあるかしら。ルアーね、そう、ルアー買ったのよ。それで練習したんだけどね、まあ、こんなもんか。さよなら。これ優勝したらいくらいただけるのかしら。そういえば、あ、でも大会によって違うのかな。今だって我々の参加した大会ってしょぼい大会でしょ。そうだよね。待って、ショッピング、アクセサリーって増えないのかしら。これ優勝しないと増えない。そうね。何このリボン。え、やだ。これなんかさ、昔さ、あの、私の飼ってたキャバリアキングチャールズパニエルを、なんかその、なんていうの、あれ、洗ってもらうっていうかさ、そういうのなんかやるじゃん、やるじゃんってか、毛切ってもらったりとか。そしたらさ、帰ってきたらなんかこういう謎のリボンつけてたのよ。やめてよと思ってもうすぐ外したよね。だってねえって。結構お腹空いてない、大丈夫、全部普通、大丈夫ね。戯れようかね。いや頑張ったよ今回。あんたは2位まで行ったもん、全部ね。もう一個の大会ってあれ、何なの。なんか AR カードとか使うんでしょ。ちょっと私よくわかんないなと思って。クッキーでもあげようかしら。クッキー食べる？ほら、ジャック。ジャック。いらないの？あ、かわいい。はい、優勝。これ手舐めてくんのめっちゃかわいくない？好き。なんかしようか。なんかあるかな？グッズ。私個人的に家の中でやるにはこれが一番好きなんだよね。シュー、あれ、私下手？落ちちゃったんだけど。あれ帰ってこなかったわよ。はい。ヒューヒュー、すごいのよ、これ。面白くない？私が手で、でもキャッチしたものを取っていくのよ。それがすごく面白くて。喜んでるわ。多分ね。そうね。あ、そう、星屑ってのも拾ったんだよね。川の飾りと木の枝、もうちょっと欲しいですね。そしたら、なんか作れないかな？ちょっとそれだけ見に行こうか。どこだっけ？インテリア、ケンネル？ケネル違うか、合ってる？ケネル違った。あ、さらに飼えるよってこと？あ、待って、ブチャイクな猫がいる。これ飼えるの？あんたたちいくらすんのよ、言ってごらんなさい。一応この子にそう、138,000円。え、待って、でも意外と安くない？なんか猫とか飼える日もそんなに遠くないわね。うん、だって、まあ、わかんないけど。大会に、だから優勝できるようになれば、全然いけそう。リサイクルだったかな？どこだったっけね？あ、リサイクル。このおじさんだ、このおじさん。そう、資材を交換。そう、これでできるのよ。私欲しいなって思ったものがあったんだよ。これ？あ、違う。金魚鉢だ。ペットボトルがないですね。どこにあるの、ペットボトルね。はい、ということでですね、今回はこの辺で終わりましょうかね。まあちょっと芸教えてないじゃないって話なんだけど、
まあ、前回教えたんでね、うん、2個ね、今回はまあなしということで、まあ、とりあえず大会に準優勝ぐらいまで行けたので、次回こそは優勝するぞというちょっと意気込みでやっていきましょう。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。